アレックス・セーレ、アレックス・セーレは、スイスの自転車競技選手。本来の発音は、ツユレが近いが、日本では、セーレやツーレと表記されることが多く、近年はツーレという表記が増えている。1991年より、音声チームの一員となり、すぐさま同チームのエースとなる。1992年には、カタルーニャ一周レースの個人タイムトライアルで、 インドラインの連勝記録を阻止する大金星を上げ、ツールド・フランスにおいては、1995年に後、連覇を果たしたミゲル・インドラインに食らいつき、総合2位に入るが、ここからチェーレの名は、ロードレース界においては欠かせないものとなっていく。ブエルダー・エスパーニャを1996年、1997年と連覇し、96年には、地元、スイスのルガーノで開催された。 世界自転車選手権の個人タイムトライアルを優勝。しかしその後音声では、ローランジャラベールの対等が著しくなったことから、1998年にフェスティナに移籍。だがそのフェスティナ時代、ツールド・フランスにおいて、チームぐるみのドーピングスキャンダルが発覚。前年まで4年連続で、山岳賞を獲得していたリシャール・ビランクラ、競合選手とともに、チーム全員が、 大会から追放される。取り調べで、ェーレは、本件で問題となったエリスロ・ポエチンの使用を認めると同時に、使用は、スポンサーのためだったというドーピングが、チームによる、組織的なものであることを示唆する供述を行った。その後、バネストに移籍、翌1999年のツールでは、序盤の集団落ち者により絶望的な状況に、追い込まれるものの、この大会から、 連覇街道をひと走ることになるランス・アームストロングに、続いて、再び総合2位に食い込んだ。2002年はツールド・スイスで総合優勝を果たす。2004年に引退した。現役時代は肝心なところでの落ち者が多く、優勝候補と目されたレースでも、たびたび棒に振ることがあった。これは極度の禁止によるもので、監督からは常々視力強制手術を受けるよう、 要請されていたが、最後までメガネレンズを内蔵したゴーグルの使用にこだわった。ありがとうございます。